はい、こんにちは、ぐちです。今日の動画なんですけれども、こちらのウランジさんから発売された A30 というワイヤレスマイクのご紹介をしていこうと思います。はい、ということでこちらのウランジの A30 っていうマイクなんですけれども、こちらね1万円以下で買えるワイヤレスマイクになっております。まずね開封から始まって、こちらねスペックですね。でその後に、音のね比較をしてみようと思います。まあ、どんな感じでね音がね聞こえるかっていうのを、聞いていただければいいかなというふうに思います。で、その後は、まあ、他社のワイヤレスマイクとの比較っていうのも一緒にやっていこうと思います。あとはですねどういう機能があるかっていうのをご紹介していければいいかなというふうに思います。その後はですね、まあ、総括っていうところで、まあ、使ってみたね感想っていうのをご紹介していければいいかなと思います。はい、それではねまず開封から見ていきましょう。こちらが、ね、内容物になっております。でこちらにインジケーターが3つありますね。左がゲインボタンで、こっちがノイズキャンセリングのボタンになります。でゲインに関しては3段階ですね。2、3、1、2、3っていう形になります。ゲインボタンを長押しするとミュートになるようです。はい、これが今ねミュートの状態になります。でもう一回押します。はい、ゲインは3にしておきます。こちら右側がノイズリダクションボタンになります。でこれをね1回押すと1、2、3段階でノイズリダクションのレベルを調整するという形になります。で今ねノイズリダクションが1、2、3にしておきます。でノイズリダクション自体をオフにする場合はこちら長押しします。3秒間長押しで、はい、こちらねノイズリダクションがオフになったという形になります。はい、そうするとここね今オフの状態でボタンを押してもこのようにね、3段階の調整ができなくなっているという形になります。で、側面にはですねこちら本ジャックがついておりますので、このままねカメラにつなぐこともできます。で USB-C もついております。で、横にはですね USB-C 端子がついております。でこちらもクリップがついてますね。カメラに取り付けることもできます。トランスミッターなんですけれども、ここにね緑色のインジケーターがあります。裏にですねこのようにクリップがついてます。これでね衣服につけるという形になります。このウランジさんの A30 のいいところっていうのが、まあ、衣服の色に合わせてこのカバーを変えられるんですよね。で横にねこの引っ掛けがあるんで、ここにちょっと爪を入れて、はい、こんな感じで、カバーが外せるんですね。はい、でカバーを外して、まあ、付属のこのね白いカバーですね、はい、この白いカバーがあるとパチンとつけて、そうすると、はい、この今白くなったカバーなんですけども、これをね衣服にちょっとねこんな感じですね、はい、まあ、白い服着てるときはこの白いカバーをつけると、まあ、目立たなくなるかなっていうふうに、思います。トランシーバーの方は本ジャックがついてないので、有線のラベリアマイクっていうのを使うことはできないですね。はい、まあ、あくまでも無線で、ワイヤレスで使うという形になります。はい、今ね白 T に着替えたんですけども、どうですかこの目立たない感じ。白いカバーをつけることでこんなに目立たなくなるっていうのはちょっとねびっくりですね。この横から見ても、黒い部分がね、目立たなくなるんで、全然このピンマイクつけてる感がないっていうね、めちゃめちゃいいっすね。ちょっとこれね、黒い方に変えてみます。どうですかね、こちら今ね白いカバー外して黒い方で、
胸元につけてるんですけども、なんかこう胸元に黒いのあって、なんかカナブンでもついてるんじゃないかみたいな感じがしてちょっと目立ちますよね。白い服着てる時ってめっちゃ黒いの目立ちますよね、このね。はい、これはなんかなんだその黒い点はなんかついてるぞみたいなね、まあ、ワイヤレスマイクついてます感は結構ありますよね。はい、まあ、なので白い服着てる時はやっぱり白いカバーつけた方がいいなって今僕もねやってみて改めて思いましたね。このシールがね付属してるんで、まあ、お好みの、まあ、シールがあれば、あのこのウランジのねロゴとかっていうのを、まあ、このカバーにつけるんでもいいのかなと思うんですけども、まあ、個人的にはねこの無地っていうのがすごくいいので、まあ、何もつけなくていいかなっていうふうに思ってます。ライトニング端子が入ってますんで挿すと、はい、iPhone のね、まあ、昔の iPhone ですねとかに、挿すことができます。 USB-A to C ですね、横につけて、でこのままこっちの USB-A の方を、まあ、パソコンにつけるという形になると思います。こちらのレシーバーの方に挿します。3.5 ミリ端子の方をカメラのね、ジャックの方に挿すという形になります。このトランシーバーにこのモフモフがつけられるのかっていう風な感じなんですけども、ちょっと試しにつけてみます。中にね全部入った状態なんですけども、はい、これで測ってみます。はい、 98.8g ということで 100g を切っております。素晴らしいですね、めちゃめちゃ軽い。はい、レシーバー 11.5g です。トランシーバー1個の重さが11、はい、公式が言ってる通りの重さで素晴らしいです、ぴったりですね。ってことでね早速ですね、音の方をちょっとね聞いていきたいと思います。まず今ねカメラにつないでる、マイクなんですけども、僕ねピンマイクで今喋っております。で、これ他社のねマイクなんですけれども、一回このカメラについているマイクをウランジの A30 に接続して、音をね聞いてみようと思います。今気づいたんですけれども、こちらの付属のケーブルありますよね、こちらこれをねちょっと触ると結構ねホワイトノイズがすごいんですよ。わかりますかこの音、っていう形でちょっとねこのケーブルがねあんまり、いい感じのケーブルじゃないっていうところなので、あの USB-C とこちら 3.5 ミリジャックですね、これをねあのベッドで持ってる方は別のケーブルの方が良さそうな感じがしますね。カメラの方の録音レベルが10です。で本体のゲイン、はい、これがレベル3ですね。これがレベル1、レベル3、レベル、あ、ごめんなさい。これがレベル1、レベル2、レベル3という形になります。で、こちらのゲインのボタンを長押しすると、ミュートになります。いきますね。今これ喋ってる間にボタンを押します。長押し3秒間です。はい。はい、今ね長押ししてミュートを解除しました。で、基本的にはね僕はね、レベルは3でいいのかなと思ってます。で右側にあるのがノイズリダクションボタンになりまして、これもね簡単なんですよ。押すか長押しかしかないですね。で、今こちらはノイズリダクションの、ノイズリダクションの最中っていうところですね。はい、でノイズリダクションのレベル1、2、3という形になります。はい、はい、これ今ねじゃあちょっとテストしてみます。はい、はい、マイクのテスト中、マイクのテスト中、こちらノイズリダクションがレベル1になります。マイクのテスト中、マイクのテスト中、ノイズリダクションが1になります。はい、次マイクのテスト中、マイクのテスト中、こちらノイズリダクションが2になります。マイクのテスト中、マイクのテスト中、こちらノイズリダクションが2になっております。はい、こちら
マイクのテスト中、マイクのテスト中、こちらノイズリダクションが3になっております。マイクのテスト中、マイクのテスト中、こちらノイズリダクションがレベル3になっております。いかがでしょうか。はい。ということで、今ね、ノイズリダクションがオンの状態なんですけども、この状態のままノイズリダクションをオフにします。オフにするには、こちらの右のノイズリダクションボタンを長押しします。いきますね。喋ったままちょっとやってみようと思います。はい、マイクのテスト中、マイクのテスト中、ただいまノイズリダクションをオフにしました。オフにするとこのように点滅になります。もう一回押してみます。押すと点滅になって、今オフですよっていう形になります。はい。で、もう一回テストします。マイクのテスト中、マイクのテスト中、こちらノイズリダクションがオフの状態になります。マイクのテスト中、マイクのテスト中、こちらノイズリダクションがオフの状態になります。いかがでしょうか。はい。で、今ね、ノイズリダクションがオフの状態で、もう一回長押してみます。長押しすると、3秒長押しすると、このように今、ノイズリダクションがオンになりました。で、オンになっていて、今3ですね。はい。今3だよっていうふうに、インジケーターが光っております。で、このようにもう一回押すと、1、2、3っていう形でノイズリダクションが今いくつなのかというふうになっております。僕個人的には、使う場合ですね、後で編集ありきで撮影するのであれば、ノイズリダクションはオフでいいのかなっていうふうに思ってます。ホワイトノイズはもちろん乗ってしまうんですけれども、編集ソフトで編集ありきで撮影するのであれば、ノイズリダクションはオフでいいのかなと思ってます。オンで撮影しちゃうと、もうその音っていうのはね、後で、リダクション聞いた音を調整する形になっちゃうと思うので、オフで、録画して、編集で、ノイズを消すっていう流れの方が、編集ありきで考えている方はそっちの方がいいのかなと思います。ノイズリダクションと原因のね、調整についてちょっとね、お話しさせてもらったんですけども、今これ喋ってるのは、こちらのウランジの A30 のワイヤレスマイクで、お話ししております。設定の方がですね、原因が3にしてあります。で、一応ね、波形見た感じで、録音レベル10にしてあります。これ今ね、ノイズリダクションオフの状態ですね。で、部屋の中は、特にそんなにね、音はしないですね。今、照明のファンがちょっと回ってるから、それの音がするのかなぐらいな感じですかね。ちなみに、はい、今、こっちの音もね、入っちゃってますかね。多分これ、モノナルなのか、ステレオなのかがちょっと分かってないんですけれども、今ね、波形を見てみたんですけども、多分ね、このマイクに関してはモノラルですね。なので、ピンマイクが2つあるじゃないですか。で、僕が A として、もう一人 B の人に渡したときに、もうミックスされちゃうんですよね。モノラルなので。で、そこね、ステレオにして欲しかったなっていうふうにちょっと思いますね。で、ステレオにすると、僕が声が大きくて、こっちの人が声がちっちゃいとするじゃないですか。その時は、編集上で僕の音と、もう一人の B さんの音量をこう調節できるんですよ。音が2つになって、録音されてるんで。なんですけれども、このマイクに関してはモノラルなので、この B さんと僕の音がもうミックスされて、1つのファイルとして、もう録音されちゃうんですね。なので、この人だけ声がちっちゃいから大きくするとか、声がでかい人を小さくするっていう個々の編集ができなくなっちゃうっていう感じですね。はい。これちょっとモノラルだったっていうのはちょっと今知りましたね。この後はですね、せっかくなんで、ウランジの A30 のマイクをつけた状態のまま、僕このね、撮影をしていこうかなというふうに思います。スペックをね、紹介していこうと思います。で、指向性が全方向性になっております。で、充電時間が、送信機の話なんですけども、これ 1.5 時間です。で、バッテリーの、持続時間ですね。もう送信機単体の持続時間が5時間になっております。受信機レシーバーの方なんですけども、レシーバーも 11g って書いてありますね。で、充電時間 1.5 時間でバッテリー持続時間が5時間というふうになっております。なので、受信機と送信機って同じなんですよね、その辺に関しては。はい、すごいですね。重さが受信機も送信機も同じっていうのがすごいですね。
で、充電ケースですね。ケースに関しては 65g ですね。で、充電ケースの充電時間が約3時間というふうに書いてあります。はい。で、バッテリー、送信機と充電器を3回充電することが可能みたいですね。あの無線伝送距離なんですけども、障害物がなければ50メートル。で、障害物がある場合は30メートルですね。って書いてあります。いくつかのマイクでちょっとね、ワイヤレスマイクで、比較をね、してみようと思います。はい。一応今ここにマイクついている状態です。で、こちらが今ね、ウランジの A30 の音で、収音しております。収録しております。はい。いかがでしょうか？ただいまマイクのテスト中、こちらはね、ウランジの A30 で録音しております。音の聞き具合はいかがでしょうか？レベルは3でノイズキャンセリングはオフになっております。いかがでしょうか？ただいまホーリーランドのラーク M1 で録音しております。ただいまホーリーランドのラーク M1 で、録音しております。ノイズキャンセリングはオフの状態で、原因は1、2、3ある中の2番目で録音しております。はい。こちら、ホーリーランドラーク M1 で、録音しております。いかがでしょうか？ただいまマイクのテスト中。はい。いかがでしょうか？ただいま DJI マイク2のワイヤレスピンマイクで、収音しております。いかがでしょうか？ただいま DJI マイク2で、ラベリアマイクなしで、録音しております。こちらも、ノイズキャンセリング、ノイズリダクションはオフの状態で、ローカットもオフにしてあります。いかがでしょうか？ただいま DJI マイク2で、録音しております。はい、こちらがですね、iPhone 15 Pro に USB-C 端子で、レシーバーをつないで今録音しております。いかがでしょうか？同じく設定なんですけれども、ゲインが、3ですね。で、ノイズリダクションはオフの状態になっております。いかがでしょうか？こちら今 iPhone 15 Pro の内蔵マイクで録画しております。ウランジの A30 は使っておりません。こちら今 iPhone 15 Pro の内蔵マイクで、録音しております。僕からカメラまでの距離はだいたい2メートルぐらいです。そこまで声は張っておりません。いかがでしょうか？まずこちらのウランジの A30 と、あと DJI マイク2、もう一つが、ホーリーランドラーク M1 の、音をね、比較してみたと思います。もちろんそれぞれ金額が全然違うんですよ。ウランジの A30 が一番安いです。1万円切ってますんで。で、次に、値段がするのが、ホーリーランドラーク M1 な、確か1万円から2万円ぐらいの中だったんで、1万2千円とか5千円ぐらいでしたっけ。大体そのぐらいの価格帯です。で、3番目が DJI の、マイク2ですね。もうこちらはね、32bit フロートとか、ローカットが入ってるとか、もう結構あの盛りだくさんなんですよね。有線のラベリアマイクがつなげたりとかもいろいろしますし、金額も確か 4、5万ぐらいしましたよね。ちょっと値段今忘れちゃったんですけども、っていうところなので、まあ、もちろん音の差っていうのは、少なからずあると思います。1万円以下で、買える、まあ、9000円後半ぐらいでしたよね。A30 なんですけど もうこの価格帯で、この音質っていうところでした。いかがですか？で、あとは iPhone 15 Pro につないだと思うんですけども、もうこのぐらいの 1、2 メートルぐらいの距離感だったら、ぶっちゃけ個人的には iPhone の内蔵マイクの方が多分音はいいと思うんですよね。なんですけれども、まあ、ライブ配信とかでよくアパレルの配信とかいろいろ対談とかいろいろあると思うんですけども、ちょっとカメラから被写体までの距離がすごい離れてる時あるじゃないですか。もう本当5メートルから10メートルとか一瞬離れる時とかって結構あると思うし、まあ、あとこの洋服の、新作の洋服見せる時とかっていうのは結構全身撮るんでカメラから、被写体って結構離れてるんですよ。
でそういう時にあの声がそもそもあの集音できないんですよね。なので声がすごいちっちゃかったりこもっちゃったりとか聞きにくかったりするんですよ。でそういうスマホから被写体まで、離れて距離がある時っていうのはこのピンマイクって絶対使った方がいいんですね。はい。なので、まあ距離がある時とかっていうのは本当ピンマイクあった方がいいのかなと思います。なんですが手持ちとか 1,2 メートルぐらいの距離感で撮影してる時っていうのは最近の新しいスマホだったらそっちの方が、まあ、ぶっちゃけ音はいいのかなって個人的には思いますね。最近よく見るのがインタビューする時にスマホでもインタビューしちゃってるっていうのをよく見るんですよ。あの SNS ですけどね、仕事っていうよりももう、スマホをそのままあのインタビューされる人にこう向けてでそこでもう声を録音しちゃってるっていうのがたまに見るぐらいスマホの音ってめちゃめちゃ良くなってるんですよね。用途によってワイヤレスマイク使ったり使わなかったりっていう感じになるのかなっていうふうに個人的には思いました。あのウランジの A30 なんですけれどもどうでした？音の、クオリティというか音の質いかがでしたか？はい。まあ、今ね、もうずっと先ほどからこの今撮ってる動画っていうのは A30 を使って、録音しております。でソニーの α7-4 につけて USB-C から本ジャックのところに挿して今ね、入力しているっていう形になります。どうですかね。はい、まあ、ちょっとねこもり気味というか、今レベル3でずっと撮ってるんですけどもしかしたらもう一個落としてもいいかもしれないですね。まあ、ただ編集ありきの場合はそこまでなんか気にしなくてもいいのかなっていうふうに、思いました。はい。でノイズキャンセル、ノイズリダクションもあの僕的には後で編集するんであの僕の場合ですけどもノイズリダクションは使わなくていいのかなっていうふうに、思いました。はい。まあ、いくつかね思ったことなんですけどもまず、こちらねあの、まあ、さっきもね伝えたかと思うんですけどもこの胸元につけた時に一切このロゴがないんで全く目立たないんですよね。はい。で他社のあのマイクっていうのはロゴが結構主張が強いんですよね。であとこのなんか LED がそこまで明るくないんでその LED 自体もあんまり目立たないっていうのはありますね。なんか他社のは結構 LED がまず目立つしロゴがあるんでロゴは結構目立つんですよ。この A30 ってモノラルのマイクなんですよ。なんで今もう一個の方を出しながら喋ってたんですけども多分こっちの手で触ってる音も入っちゃってますよね。こっちに電源がないんですよね。電源のオンオフが。なのでこのカバーから外したらもうこれ音拾っちゃってるっていうのがあるんですよね。はい。ちょっとそこ注意かなと思いました。はい。この中にしまっておけば多分これ今オフになってるのかなと思うんですけども多分開けた瞬間にもうオンになってるのかな。まだか今か。はい。 LED が今ついたんですけども、ここからもうねオンになってる気がするんですよね。なんでこれ今2つのマイクで音拾っちゃってるんでここに今触ってる音が多分入っちゃいますよね。はい。まあそこがちょっと、やっぱりこう低価格帯ならではの部分なのかなと。より不必要なこの機能を排除してるのかなっていうふうに思います。はい。なのでこうやって多分置いてあるこの状態でも多分この音拾っちゃってるんですよね。でもしこれが、ここでもう撮影をしていてこの開いた状態もしくはこの、もう一個のワイヤレスマイクこっちですね、こっちをちょっとこの人がいるね例えばスタッフルームの方にこれだけ置いとくとするじゃないですか。これ音拾っちゃうんですよね。これオンオフがないのでそこがねちょっとまあ懸念点というか注意点なのかなっていうふうに思いました。なのでもう一個使わないときはもうこれ外に出しておかないでこの充電ケースの中にしまっちゃうんですよね。でしまっても多分これまだ今 LED ついてるんで音拾ってる気がします。多分でこうやって閉めてやっとこうオフになる気がするんですよ。はい。なんでそこがちょっと注意点かなと思いました。こっちのマイクが今磁石でついてる状態です。いかがでしょうか。まあ、ちょっと光沢がね、若干、まあ、プラスチックなんであるんで少し光ってるんですけどもでも多分あえてこの塗料もまっとめに作ってるんですよね。あんまりテカテカしない、材質塗装でやってるんで少しこのね、マットな感じの黒い塗料で塗ってるんでその光らないっていうのがいいですよね。白も同じなんですよ。白もこのツヤツヤじゃなくてマットホワイトみたいな感じなので
そこまでこの照明が当たった時にすぐここが反射するっていう感じではなさそうですね。ちょうど今日 Amazon の、ブラックフライデーが始まったんですけれども、今現時点で 20% オフになって7679円になってました。はい、これももちろんブラックフライデー価格で前、20% オフになってるんですけども、7679円になってましたので、今のうちにねこの安い A30 をね手に入れちゃってください。で、今ピンマイクっていろいろなメーカーが出してますよね。で、その中で全体的にウランジの商品ってこう安めに出てますよね。もう不必要な機能は省いて最低限の機能で、製品を作ってるっていう感じで僕は思ってまして、ちっちゃくて目立ちにくくて 11g ですごく軽いので、すごくね僕個人的にはねおすすめですね。7000円台で買えますしね。ということで気になった方は下のね概要欄にリンクをね貼っておきますので、ぜひともねそこから買っていってもらえると、嬉しいです。ということで今回の動画はこちらで以上になります。何か質問などある方はお気軽にコメント欄までお願いします。はい、この動画参考になった方はよろしければチャンネル登録とグッドボタンの方をぜひともよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。